スプレイがもう一人大流決戦を演じました。そしてリング上、棚橋とこのジュース・ロビンソン、福岡で襲われました。ジュースが棚橋に襲いかかった因縁がある。おお、私が勝利したらもうそこでチャンピオンになっちゃうんですよね。そうなんです。ですから棚橋としては非常にリスキーです。これはの上下関係リバーステカス、一番のジャック。いやー、そもそもこの4人があのリングの中で同時っていうのはちょっと無理があります。おお、そしてモクスリーが望んだ対戦が、どうでした、スプレーを下したモクスリーが棚橋、もういいリフに言いました、はい、あーピッピーチェリオ、ここはこうなっちゃう、モクスリーを抑えたい。でもオスプレイにとってあの前回の、はい、シカゴ大会の続きですね、はいはい、やっぱり因縁がどうなるんでしょうね。おすごい、バックに回る、あーハッフェルソン、スープレックス、もう一発すごい、いますか、今度はジャースープレックス着地、持ち上げる、うわ、この4選手の中で唯一この US ヘビ巻いてないんですよね。あ、そうですね、椅子だ、椅子すごいね、ね、あ、そして飛んでいくか、トペモークスリーのトペ、いや、そしてそのジュースから US ヘビー級のベルトをいきなり奪ったのがこのジュースロビンソン、いや、ちょっとレフリーがチェックしきれましたよ。ジュース実は得意ですからね、その試合形式は。あ、確かに、うわ、叩きつけた、顔面、なんか腑に落ちちゃうかなと思います。うわ、金具のところに、福岡で裏切ったジュース・ロビンソンに対してボディアタックいった、背後からオスプレイ、さあ預けておいて2人まとめてドラゴンスプレーいった、スキンサッポー、このワシントン DC リングじゃあデスライダーか、2人まとめてデスライダーか、おー、DDT だ、棚橋がスリングブレイドいった、そしてグラウンドのドラゴンスプリア、ドラゴン継承してきましたからね。いや、そうですよね藤波さんの代わりを務める、これは柴さんどうですか、ジュースがベルトで、ベルトで背後から取り付けた、狂気、なるほど、あー、ここから前に叩き落とす、見えないとこから飛んでくる、うわー、しかしこの戦った、やはり来た、ドロップキック、吹っ飛ばした、チャンピオンです、棚橋がチャンピオン、スリングブレイド、エプロンサイド、カードのとこでしたね、もしや、もしや、ここに、もしや、ね、距離がある、棚橋が、うわー、テーブルが2つ、いや、コッパみじんだ、さあ追い込むジュースのミス、おー、さあどうだ、スパニッシュぐらいカウントは返した、返した、サポーターをない状態、サポーターない状態、おレフリーを使った、急所に返して、おー、あー、叩きつけた、 HHB か、カウントは3つ入った、新チャンピオン誕生、バレットクラブ入りしたジュース・ロビンソンでした。